はい、皆さんこんにちは。ギガのジュラシックワールドへようこそ。ということで今回は、またリクエストにお答えする形になってまいります。こちらですね。はい、今回はバリオニクス、こいつ、映画のねジュラシックワールド炎の王国でも、大活躍というか、結構序盤の方とかでね結構ガーって出てきてましたよね。こいつとかなんか普通に頭になんか溶岩が落ちたりしてなんか大丈夫なのっていうさ、なんか溶岩なんか食らっても溶けないのみたいな感じでしたよね。なんかこう恐竜のこういう鱗ってその溶岩すらもちょっと耐えるっていうか、そんなに重厚な硬い鱗なのかなっていう感じですよね。さあ、ということで、とりあえず前置きを置いといて、作っていきましょうか。バリオニクスね。かっこいいよね、結構ね、こいつ。さあ、最近、スピノサウルス系の食い方っていう感じですよね。こいつは割と最近作った恐竜かつ、すぐに消えちゃったっていうやつなんでね。割と、覚えてるんですよね、まだまだ。3回進化とかね、どんな感じかとか、はい、覚えてますからね。ただ、2回進化、1回進化とかはちょっと、やっぱ覚えてないですね。はい。ということで、ピエノチー。はい。やっぱ、どうしても3回進化のやっぱインパクトですね。あれがやっぱ強くて、どうしてもね、はい。一回進化のバリオニクスは、こういう、蛍光色の、アクアブルーのね、斑点が出てきたみたいな感じか。なるほどね。ということで、こいつを、4ペアですね。あと3ペア。作っていきましょう。バリオニクスとかね、結構、いいよね、映画の炎の王国見た感じでは普通にかっこいいよね。黒人の、ハッカーの子がね、普通に、T-Rexだ、T-Rexだとか言ってね、めっちゃ怯えてたっていうね、T-Rexが来るみたいなね、はい、めっちゃどんだけ T-Rex 怖いんだっていうね。怖いだろうけどね、実際その、こんなごっつい恐竜がいる、世界とかね、行ったらね、確かに怖いとは思うけどね、恐竜ね。ただちょっと映画ではビビりすぎて、ちょっと面白いキャラクターだったなっていう、黒人のハッカーの子ね。さあ、餌が足りなくなっちゃったということで、餌を購入しましょう。はい。こいつも、最近の、恐竜、かなり最近の恐竜なんで、やっぱかなり餌が必要とする感じかな。ハイブリッドでもないのに、かなり必要とするみたいな感じかな、こいつは。こいつと同時にアクロカントサウルスっていうのも来てましたよね。はい。で、何に今のところ、カプセル2回成功ばっかでめっちゃ調子いいんだけど。めっちゃ調子いい。さあ、1回進化はね、4ペアできました。ということで、2回進化いきましょうか。はい。2回進化ってどんなんだっけ？さすがに3回進化のあれが、インパクト強すぎてね、本当に覚えてないんだよね。2回進化とか。微妙に。おっと、カプセルの調子が悪くなった。孵化場。さあ、2回進化のバリオニクス。やっぱ色味が強くなって、斑点が増えたぐらいかな。こっから一気にあれになるからね。あれ、もうすんごいインパクトのある。ねえ、あれになっちゃうからね。ほん
当に。はい。ということで、2匹目の、2回進化。さあ、いまいち調子が出ないな。想像上。これ想像上っていう、なんかその言葉の使い方合ってんのかな。想像上っていう、そんな言葉、なかなか日本では使わないような気がするけどな。まあどうでもいいことだけど。はい、2回進化のバイオニクス。さあ、こいつは2匹できましたね。で、それまでに300万イサほどしか使ってないですね。はい、ということで、こいつらを、レベル30にして、3回進化の時行きましょうか。はい。まあ本当にバイオニクス、これいかついよね、なんか。うん。結構、こう、ワニ型の、こいつ、こう、バリニックスは、こう、がっつり、そのスピノサウルスはなんかまあ、基本魚食って言われてたけど、こいつはがっつり肉食なのかな。まあ、それも後で調べてみるか。はい。はい、できましたね。ということで、3回進化の時。さあ、これですよね。バリオニクス。この奇抜なデザイン、これですよね、こいつは。もう本当に。はい、来ましたね。さあ、参加進化バイオニクス。いやー、これ、めっちゃインパクトあるね、これ。ぐわー。この蛍光色の、アクアブルーのね、なんかこのトゲとか、まあ、斑点模様とか、すごいよね、これ。なんか本当にもう、現代じゃない、恐竜版の初音ミクっていうね。もうそのイメージが取れないね、こいつは。恐竜版の初音ミクだろ、これっていう。この色合いは本当にそうだよね。初音ミクも本当にこんな色合いの、まあ、髪の毛とか、まあ、大体こういう色合いしてるよね。この、アクアブルーと、まあ、白みたいな、グレーとか、まあ、そういう感じの色合いですよね。初音ミクもね。はい。なんで、こいつは本当に現代版じゃない。何回間違えんだ。恐竜版の初音ミクっていう感じですよね。さあ、ということで、こいつをレベル40までするために餌を結構使ったから、まあ、とりあえず2000万餌ぐらいで様子見ましょうか。はい。とりあえずね、こいつハイブリッドでも何でもない。とりあえず、VIP ではないな。こいつもリミテッドかな。多分リミテッド恐竜だと思うんですけど。さあ、行きましょうか。レベル1回で150万円さ。おぉ、おぉ。おぉ。かなり、風が、あ、これいけそうやな、普通に。普通にいけそう。で、8、9、10と、40。普通にいけましたね。はい。やっぱ、ハイブリッドではない分、やっぱ結構、まあ、餌の、まあ、消費量が少ないみたいですね。逆算すると、まあ、だいたい1400万餌ぐらいですね、使ったのは。はい。ということで、最大レベルに到達しました。バリオニクスね。この恐竜版の初音ミクっていう。こいつはなかなか、この色合いは本当に新鮮で斬新ですよね、こいつは本当に。はい。ということで、生態見ていきましょうね。はい。バリオニクスの名前は、重い爪を意味する。前足の指に大きな爪があることからそう名付けられたと。前足に大きな爪か。まあ、そう言われてみれば、まあ結構でかいよね、なんか。腕はまあ普通にこうスピノサウルスとかそういう系統で。爪が非常にでかい。長いよね。確かにそういうことか。重い爪っていう意味なんだね。バリオニクス。バリオニクスは川辺にいる捕食者である。円錐型かなの歯は、
魚を捕まえるのに出口じゃん。あ、じゃあ魚食か。やっぱ魚食な感じか。スピノサウルスとやっぱ同じ系統で肉食ではないということだね。はい、バリオニクスはスピノサウルスと同類で、スピノサウルス、スコミムス、そしてイリタトルと近い存在であると。あ、やっぱそうなんだね。はい。バリオニクスは、魚や幼い恐竜を捕食したとさ、考えられると。まあ、じゃあ、ほとんど、まあ、スピノサウルスと同じ感じですね。うん。基本は魚食であり、幼い恐竜っていうのは多分、ちっちゃい恐竜、草食竜とか、まあそういう恐竜を襲ってたということらしいんで、うん、まあ基本は魚食。で、肉を食べたとしても、まあそういうちっちゃい、まあ草食竜とか肉食竜とかっていうやつを、まあ、食べてたということですよね。こいつもまあ大型のそういうティラノサウルスとか、まあ、住んでるところがちょっとわかんないけど、まあ、そういう大型の肉食恐竜とかとはちょっと戦闘を避けてたという感じですかね。スピノサウルスと同様に。なるほど。まあ、こいつもスピノサウルス系とか、はい。バリオニクスね。まあ、でもかっこいいよね、でもな。なんか、バリオニクス。なんか本当に、名前がいかついよね。バリオニクスってなんか、重い爪っていう意味らしいですね。はい。ということで、今回はこちらのね、バリオニクスを、まあ、リクエストのお答えする形で、レベル1からレベル40まで作ってみたという動画でございました。まあ本当に、なんかこういうスピノラプトル、スピノラプトじゃない。スピノラプトルはハイブリッドだ。スピノサウルス系ね。はもうほとんどやっぱ、こういう、なんかこうワニみたいな口してるやつはほとんどもう、魚食っていう風に考えて、オッケーなのかなという感じですね。はい。ということで、今回はこの辺で終了にしたと思います。